ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回紹介するのはさよなら海原かわせ。あがつまエンターテインメントが2013年6月20日に発売したタイトルで、定価は当時の 5% で税込み4980円。パッケージの表面を見ると、多分昔から遊んでる人からすると右側の奥にいる子が川瀬さんに見えるんだけど、でも手前も川瀬さんだし、どっちかっていうとこっちが今回のゲームでは川瀬さんメインかなっていう感じで、時間軸、時代が流れがあるのっていう、でも左側は大人っぽいけど、右側は逆に言うと子供っぽすぎる気もするなっていうね。なんかそういう不思議な川瀬さんが二人いて、まあでも桜が散ってて、さよならってことは、でも季節的には春のイメージかなって感じもするけど、でも6月発売だし、みたいなね、ちょっと複雑な感じです。はい。まあ理由はね、これパッケージに書いてあるといいんだけどね。はい。で、パッケージのね、これ左上にはね、あがつまエンターテインメントのロゴがあり、左下にはセロ A 全年齢対象のアイコンがあります。で、側面を見ると、これはやっぱパッケージ左側にいた方の川瀬さんかなのアイコンになってますね。で、ロゴがやっぱ縦表記でね、縦表記の、パッケージ表面も縦表記でさよなら海原川瀬であって、そのままここにも、載ってますね。で、下にはあがつまエンターテインメントのロゴがあり、セロ A 全年齢対象のアイコンがあります。で、裏面を見ると、プレイヤーの創意工夫で無限に広がるロープアクションということでね。一応、川瀬さんがまあ、説明読んだ方がいいか。自由自在のゴムロープを駆使して、フィールドを縦横無尽に駆け回れ。振り子や反動が作り出す独特の挙動、シンプルだけど癖になる楽しさがここにっていうことで、ここの、ね、上の方にはね、一応、カーツさんがゴムロープでこうビヨーンとなって飛んで、で、最後シュタッと着地してるようなね、シーンがありますね。で、このテキストはスクリーンショットに対してかな、スクリーンショットが3枚あって、左側からね、手に汗握る全50フィールド。で、真ん中が、遊ぶほどに広がるテクニックと爽快感。で、右側がシリーズ初の新キャラクターってあるけど、まあ、画面だけ見てもよくわかんないんだけど、そのね、横に一応、なんかこう、青い髪の子と金髪のね、女の子、二人女の子がいるなっていうのが、これがシリーズ初の新キャラクターかな。はい。で、タイムアタックランキング搭載。全国のプレイヤーと競い合おうとありますが、まあ、今からだとちょっと厳しいかもしれないですね。で、ジャンルがラバーリングアクション。プレイ人数が1人用。セーブデータ数が3。で、3D 映像の表示がありとなっていて、通信仕様は任天堂ネットワークで、インターネット、ランキングの登録と、閲覧が1人ということになっています。で、コードが CTRPAUFJJPN と、TSACTRAUFJJPN の2つのコードがあります。パッケージを開けると中には操作説明シート、ゲームカード、アンケートハガキ、クラブニンテンドのポイントカードといった構成で、パッケージの中面には特に印刷はありません。で、操作説明シートの、ね、表紙はパッケージと同じかな、表紙は。で、まあ、そんなところですかね。で、開くと、左側にはテクニック講座ということでね、いきなりこれは、でもパッケージのね、最終ページのやっぱり、取説の最終ページっぽい作りになってますね。テクニック講座。左側が振り上がりテクニック。ルアーがやっと届くような場所でも、振り子運動とロープの反動をうまく利用し、振り上がることができます。で、右側がジャンプテクニック。高いところに引っ掛けた、ロープに引っ張られながらジャンプすると通常よりも大きなジャンプができますということでね、まあ、こういうテクニックがね、うまく使えてないのが僕のプレイ動画で海原かわせ歴ね、もう25年ぐらいかななるんだけども、未だに下手です。はい。で、ここには電子マニュアルの誘導があり、下にはねコードがあって MAACTRAUFJJPN と振られています。で、下半分の方を見ると、左側がね、
新キャラクターの特性ということで、新キャラクター、エミコちゃん、カーセちゃん、横山、これなんて言うんだ。読み方はね、わかんないな。ここだとわかんないけど、まあ、ね、3人いてね、3キャラクターには特性があります。で、まあ、カーセちゃんってあるから、まあ、カーセちゃんなんですけど、これは、多分パッケージの表面のあの、右側の子だと思うんだけどな。で、チェックポイントから復活。エミコちゃん、カーセちゃんはフィールド内にあるチェックポイントを通過することによってミスをしても一度だけ通過したチェックポイントから復活することができます。復活後に新たなチェックポイントを通過した場合、再度ミスしてもそこから復活することができます。チェックポイント通過後に失敗してもチェックポイントから一度だけ復活。まあ、説明が。まあ、これが、カーセちゃんは、ともかく、エミコちゃんはパッケージ裏面にいたね、金髪の子ですね。はい。で、スローモーション、横山、これは何て読めばいいんだろうか。うん、まあいいや。モーションストップ中にスローモーションで動くことができます。ここ一番の難関でスローにしながらの慎重な操作が可能です。ということでね。まあ、特殊能力があるということですね。まあ、これもなんか設定されてると思うんだけど、ここに書かれてるか書かれてないな。で、右がゲームの楽しみ方。全フィールドをクリの、全フィールドをクリアを目指す。全フィールドをクリアを目指す。まあ、まあいいでしょう。はい。まずはメインモードで操作しやすいキャラクターを使って、全ルートのエンディングを目指しましょう。エンディングを目指して遊ぶうちに、少しずつテクニックが身につき、アクションの幅も広がっていきます。で、2、リュック集めに挑戦。フィールド内の一筋縄ではいかないポイントに置かれているリュックを回収していきましょう。リュックを集めることで入手できるコレクション要素もあります。で、3、タイムアタックに挑戦。一つのフィールドでも様々なルートからゴールを目指すことができます。最速ルートを見つけ出し、ベストタイムが出たら、ランキングに登録して全国のプレイヤーと競ってみましょう。まあだからこう、とことんやり込めるよっていうところはわかるんだけど、僕みたいな下手な人からすると、そもそも全フィールドのクリアができないんだよね。これはね、初代スーハミのね、海原川瀬からずーっと続いてる僕の悩みです。まあいいや。はい。で、逆の面を見ると操作方法ということでね。上半分ね。まあいろいろ操作方法が書かれています。まあこれは、まあ、アクションゲームなんでね、こんな感じでしょう。で、下半分がね、実際の行動の説明ですね。移動、十字ボタン左右を押すと、その方向に移動します。はしごの前で上を押すと、はしごを登り、はしごに捕まった状態で下を押すと、はしごを降ります。で、ルアーを固定する。Y または R を押しっぱなしで、ルアーを、ルアーが壁や魚にぶつかると引っかかり、Y または R で、が離されるまで、固定されます。壁に固定したロープはぶら下がることができます。で、ロープの伸縮と反動。壁にかけたロープを伸ばすと、ロープが伸縮する幅も大きくなります。また、ロープが伸びきった時に、縮めると反動で大きく引っ張られます。これはね、言葉ではわかるんだけどね、遊ぶとそういかないんですよ。で、右半分ね、ルアーを投げる。ルアーは十字ボタンで方向を入力しながら Y または R を押すと入力した方向に投げることが可能です。またジャンプ中に落下している最中にもルアーを投げることが可能です。で、魚を捕獲する。ルアーが魚に固定された状態で下を押すと、下を押しロープを縮めて引き寄せるか固定された魚に近づき触れることで魚を捕獲できます。で、振り子運動。ロープにぶら下がっているときに十字ボタンの左右を振って、で、振り子運動を作ることができます。左右の揺れに合わせて十字ボタン上下でロープをうまく伸縮させることで、より大きな振り子を作ることができます。ということでね、もうやってね、わかればスーパープレイできるんですよ。できないんだな、これが。で、ゲームカードを見ると、パッケージのね、表面で使われているような絵柄がもっと、左右にね、広がっている感じかな。だから、実際にね、こう、どんな感じでっていうか、まあ、カーセさんとカワセちゃんだっけなんだっけ。二人がね、どんな風な、あ、でも、そ
そんなに差がないか。まあ、ちょっとこう、肩組んでるか、肩組んでるっていうかね、まあ、そういう感じになってるかと思います。で、コードが LNACTRAUFJJPN ですね。で、クラブ任天堂のポイントカードは CNACTRAUFJJPN のコードが振られていて、ポイント登録有効期限が2015年6月30日まで。で、アンケートはがきは、さよなら海原かわせて、あれ、ここはあれだ、パッケージで全部縦表記のね、ロゴだったけど、ここはね、横のロゴになってますね。まあ、お客様アンケート係、まあ、切手を貼るタイプのアンケートはがきです。で、この度はさよなら海原かわせをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。これからもより楽しくご満足いただけるゲームソフトをお届けするために、ぜひとも皆様方のご意見をお聞かせください。まあ、これアンケートですね。アンケートはがきをお送りいただいた方の中から抽選で、さよなら海原かわせグッズをプレゼントいたします。なお発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。これ何でしょうね。気になりますね。で、一応コードが、SCHCTRAUFJJPN ですね。で、裏面を見るとアンケート内容が書かれていて、普段ゲームソフトの情報は何でチェックしていますかってことですね。ゲーム雑誌とかゲーム情報サイト、コミック誌、まあ、この辺は全部自分で雑誌名をとかサイト名を書くようになってます。あとテレビ CM、SNS、掲示板、ブログ、友人知人から聞いて、お店にあるパンフレットやチラシ、Twitter、Facebook、その他ってね。このソフトの情報を何で知りましたか？いくつでも。週刊ファミ通、ニンテンドードリーム、その他のゲーム雑誌、その他ゲーム雑誌。で、ファミ通 .com、電撃オンライン、ゲーム情報サイト、カッコサイト名。で、その他ウェブサイト。で、週刊少年マガジン、月刊少年マガジン、その他コミック誌。で、さよなら海原かわせ、公式サイト。ニンテンドーダイレクト、ツイッター、友人知人から聞いて、店頭パッケージ、店頭ポスター、店頭体験イベント、その他。って書いてあって、で、初めて知ったのはどれっていうのと、購入に最も影響を与えたのはどれって2個書くようになってるんですけど、サイトがファミ通 .com と電撃オンラインでね、例えば、ホーゲーマーさんとかも書かれてないってところがね、ちょっとこう、これ時代を感じるのか、単純に、こう、吾妻さんの認識なのかってところですよね。うん。で、このソフトの購入の決め手は何ですか？で、パッケージ、ゲームシステム、キャラクターデザイン、オリジナル制作スタッフ、タイムアタックランキング、早期購入特典、ダウンロード版、その他。で、このね、なんか、オリジナル制作スタッフってちょっと憎いですよね。これ多分DS とか PSP とかの時代のことを、なんか暗にここに書いてるのかなっていう感じがするんだけど、まあ確かにこれスタジオ最前線さんでね、こう、酒井さんがプログラム、フリーのね、酒井さんがやったりとか、まあ、してるっていうところら辺の、を、こう、いや、それアンケート書く人書かないでしょ、多分。まあそんな感じはするけど、まあいい。はい。で、このソフトについてのご感想は、ゲームシステム、グラフィック、キャラクター、BGM、操作性、難易度、価格、ボリューム、それぞれ、大満足、満足、普通、普通、不満、大不満の5段階。で、これまで遊んだことのある海原さん、かわせシリーズはってことで、海原かわせ SFC、まあ、スーパーファミコン版。で、海原かわせ旬 PS1 でしょ。で、海原かわせ旬セカンドエディション、これ PS1 ね。まあ、これは廉価版でちょっと CM とか変わってるってやつかな。で、海原かわせポータブル PSP。で、海原かわせ旬セカンドエディション完全版 DS って感じでね。まあ、知って何かあるのかなって気がするけど、まあまあ、はい。で、次回作が発売されるとしたら、買うと思いますか？絶対買う、買うと思う、買う可能性はある、買わないと思う、買わないってあるんですけど、さよならって言っててなんだろうって、まあまあ、まあ、その後も出たし、今も出てんだけど、こう、さよならの説明がどこにしても、ね、ないし、そもそもパッケージ裏面にもなんかさよならにね、思い当たることが書いてないんですよ。なんかそこら辺がね、よくわかんないんですよね。で、海原かわせシリーズをどのハードで遊んでみたいですか？ Nintendo 3DS、Wii U、PlayStation Vita、PlayStation 3、PlayStation 4、Xbox 360、PC、スマートフォン、その他ってあるんですけど、この発売時期にはまだ PlayStation 4がね、発売されてないんですよ。うん。なかなかね、その辺は、
すごいですよね。まあでも多分発表はされてるから、まあ遊んでみたいって書くにはね、ちょっといい選択肢だったかもしれないですね。で、海原為替に望む要素は何ですか？で、今後どんなゲームを発売してほしいですか？って感じでアンケートを締めていますね。はい。ということで、パッケージに興味を持った方は、ぜひ新品を探してみてください。どうしても見つけられない人は、まあ、中古でもいいかな。